はい、武漢の新型コロナウイルスの情報なんですけども、まあ、皆さんもご存知のことだと思いますが、武漢の方ではですね、もう完全にこう閉鎖状態で1100万人以上の、まあ、市民が、街から出れないという状況 で、アメリカ、日本はですね、チャーター機を用意して、まあ、それぞれの国の、まあ、希望者をね、まあ、救出といいますか、国内に移送させる手続きを取るそうです。まあ、その他に、まあ、お医者さんがね足りませんので軍医を投入して、その軍医がですね1200人一気にドーンと投入されるそうなんですよ。やっぱりこういうところは中国だなと、やっぱりね投入する医師の数が半端ないなと思うんですよね。それからもう一つ隔離病棟を、急ピッチで作ってるそうなんですけども、その隔離病棟のね、竣工が、まあ、1週間ぐらいでできるそうなんですよ。1000人ぐらい収容する施設を1週間でドーンと作るそうなんですよね。ここもちょっと桁外れだなというところでございますね。まあその他ね、まあ、心配事は尽きないわけですけども、まあ何と言いますかね、悪意を持ってウイルスを忍ばした人が悪意を持って他の国に来ることはないと思いますので、まあ、そういうところでね、妙な対抗意識といいますか敵視することがないようにしていきたいなというところと、やっぱりね病にかかったからといって他の国に行きたいってなかなか思わないと思いますからね。まあ、毎日のニュースがすごく私もね関心持って見させていただいてるんですけども、まあ、バイオ兵器ではないかとかね、テロではないかとか陰謀ではないかっていうのはありますけども、まだ全然全容は分かりませんので、今たくさんの仮説が立ってる状態ですかね。まあとにかくね、私たちができることっていうのは現地のお医者さんですら完全防護でこうゴーグルとかでね対処されてますんで、私たちもマスクとか手洗いとか本当にできることをやっていきましょうってことですかね。はい、それでは動画説明欄の方にも参考動画をつけておきますので、よろしかったらご覧ください。